あ、もう朝？早く起きないと。お、今日はハロウィンだ。待ってたんだよね。僕はコスチュームだって用意ができてるんだよ。リータのことをどうやって脅かせばいいか僕は知ってる。お化けを作っちゃえばいいんだよ。最後に顔も描くね。いいね。怖い怖い。できたよ。さあリータの部屋に行こう。静かに近づかないと。ここにかけるね。あ、そうだ、この手袋も使えそうだね。あ、ガムもあったんだった。もっと楽しくなること間違いなし。スライムも使えると思うよ。あー、楽しみだな。あとはリータが起きるのを待つだけさ。でもそれだけじゃつまらないから、ドアの後ろに紙を貼るんだ。おはよう。私の手はどうなってるの？アレックス、待ってなさい。あー！何よこれ、笑えないわ。え？何これ、壁？どうやって出ればいいのよ。待ってなさい。どうやって仕返ししようかしら。あ、いいこと考えた。気に入ってもらえるはずよ。使うのは赤色の絵の具。最高。まずは指につけて、手にまんべんなく塗るの。手形を残せば完璧ね。こんな感じ。できた。でもそれだけじゃ少ないわね。まずはシャワーヘッドを外すの。そこに赤い絵の具を入れるわよ。楽しみ。あとはメッセージね。できた。さあシャワーを浴びよう。何これ、血？怖いよ、助けて。拭き取ればいいんだよね。これは何？ここにも血がある。僕のことを誰かが見てるの？どう？気に入った？面白くないよ。あ、いいこと考えた。そのためには牛乳とシリアルがいるね。まずはいつも通りにシリアルを作るだけ。食器を用意して、シリアルを流し入れるだけ。いい感じ。でもまだまだ続けるよ。ミミズがいないといたずらはできないね。ミミズを箱の中に入れよう。さあどうなるかな。ピーター、いじってないで早く食べようよ。わかったわかった、食べるわ。ああ、美味しいな。私もシリアルが大好きなの。ああ、
く面白い動画。いただきます。え、何これ、何が動いてるの。ミミズ、アレックス、なんてことしてくれたのよ。は、いいこと考えた。アレックスにいたずらをしちゃうわ。まずは穴が開いた机を作るの。カッターで真ん中を切り込めば大丈夫よ。そして上から布を覆うの。もちろんここにも穴を開けるわ。そうそう、こんな感じ。そしてポップコーンのバケツを置くの。美味しそうなポップコーンでしょ。あとは怖いメイクをして下に隠れるだけよ。あ、ポップコーンだ。やった。あ、ホラー映画、緊張するな。あ、怖い。え、噛まれた。何がいるの。食べたいな。あ、怖い、助けて。やっぱりびっくりしてもらえると思ったわ。もっとすごいいたずらを考えたいわ。あ、そうよ、かぼちゃね。まずは切り込みを入れるの。そしてスプーンを使って中の種を出すの。できたわ。そして顔を作るのよ。怖い顔にしないとね。中にはキャンドルを入れるわ。そうしたら恐ろしい顔になるからね。気をつけて入れてね。そしてかぼちゃをベッドの下に隠すの。誰もいないわね。これでよし。でもこれだけじゃ物足りないから血の跡をつければいいの。もちろん使うのは赤い絵の具よ。まんべんなく塗ってね。そういえば絵の具は落ちにくいからみんな気をつけて。Let's go。 跡をつけるわよ。あとはアレックスを待つだけ。あ、面白い動画だ。え、何これ、どこに続いてるのかな。僕のベッドの下。お母さん助けて。かぼちゃに食べられる。隠れないと。弱虫なのね。え、弱虫、ビータの仕業だったんだね。やめてよ。みんな準備はいい？最初の景品はチョコレートフォンデュだよ。ゲットするには絵を描いてね。制限時間は？あれ？あ、あった、1分だよ。はじめ。なんで茶色がないのよ。ミヤの方にはあるわね。ちょっと借りましょう。待って、ダメよ。意地悪。でもいいこと考えたわ。絵の具を使わないで本物のチョコレートを使っちゃえばいいのよ。よし、私って天才。できた。戻るわ。
なんだ、okay. 気のせいかな。これで最高な作品ができるわ。でもまずはチョコレートを食べてみないと。すごく美味しいわね。あ、全部食べちゃった。少しだけでもいいから残ってないかな。これで足りるといいんだけど。いい感じ。スージー見て、どこでそんな色を手に入れたのかな。わからないわ。でもそんな色がなくても一番上手なのは私の絵なのよ。何か物足りないわね。もうちょっと頑張るわ。やった、上手に描けたわ。私ってすごいわね。これでチョコレートフォンデが手に入るわ。ミアは妄想の世界に入り込んだみたい。絵を盗むにはいいチャンスね。これでよし。みんな終わりだよ。絵を見せてね。何よこれ、私の絵はどうなっちゃったの。恥ずかしくないの。よし、フィービー、色はよく伝わってるけど全然チョコレートフォンデュっぽくないよ。スージーの絵の方が気に入ったよ。でもあんまりピンとこないね。ミラの絵は素晴らしいよ。こっちにおいで、チョコレートフォンデュを食べてみてね。みんな羨ましいでしょ。フォンデュは私のよ。やったして、転んじゃったのかな。でもそんなの関係ないわよね。チョコレートはこれでも美味しいの。いや、茶色くなってるわよ。わあ、面白い絵の具ね。すごい、前からこんな絵の具を使ってみたかったの。私はこうしてみたかったの。なんてことしてくれたの。ほっぺが青色になっちゃった。お待たせ。新しいラウンドを始める準備はいい？手を挙げろ。ああ、ただの冗談だよ。景品はこの水鉄砲だよ。時間は限られてるから急いでね。よーい、スタート。丁寧に描けば大丈夫よ。まずは色を決めないと。これでお絵かきを始められるわ。あ、いい感じ。私って才能があるのね。私は黄色から始めるわ。すごく綺麗になると思うわ。あ、いい感じ。黄色には水色が似合うわね。すっごく綺麗な組み合わせでしょ。絵の具はたくさん使わないと。たくさん使えば使うほどいい絵ができるのよ。いくわよ。いい感じね。あとここに足して、そうそう、どうしようかな。何か考えないと。すごく汚いわね。あ、フィービーの絵は本当にすごいわね。でも絶対に勝たせたくないわ。いいこと考えた。フィービー見てよ、何か飛んでる。そんなのに騙されるとでも思った？返して。もちろん返すわよ。自分の絵があるからもういらないわ。こんなことしておいて恥ずかしくないの？タイムオーバー。1分で描けた絵を見せてね。フィービーの作品はいいね。ミアはもうちょっと頑張れたと思うよ。スージーのは何？景品が欲しくなかったのかな。
景品は間違いなくフィービーがもらうことになるよ。やった、水鉄砲を手に入れたわ。二人とも逃げた方がいいと思うわ。攻撃するわよ。手を上げなさい。ねえ、何してるのよ。あ、ちょっとやりすぎたかな。準備はいい？新しい iPhone だよ。すごい。新作だから頑張ってね。用意スタート。今日は運が悪いみたい。必要な色がないわ。あ、そうよ、マーカーなんかいらないわ。カッターナイフがあれば大丈夫なの。できた。あとは紙に貼り付けるだけよ。上手な絵の出来上がり。私って天才ね。なんかうまくいかない。全く似てない。スージー、なんでそんなに上手に描けてるのよ。わからないわ、ミアはなんでそんなに下手なの。私の絵が最高なのは知ってるわ。あと一息で完成よ。できた。私が勝つのよ。すごいわね。終了。絵を見せてね。フィービー、すごいね。あ、ズルをするのは悪いことだよ。ルールを破ったから失格。いや、それは何？本当にダメダメな絵だね。私の絵は？おお、スージーの絵はすごいね。本物の iPhone みたいだよ。はい、あげるよ。ちょうど新しい iPhone が欲しかったの。いや、私の iPhone に触れないで。あれ？なんでつかないの？なんで指が汚いの？チョコレートなのね。普通の iPhone じゃなくてお菓子なのよ。やった、嬉しいわ。すごく美味しいわ。最高。私たちも食べたいな。ダメよ、美味しすぎるから私一人で食べるの。美味しい。欲張るのはいけないことだって教えてあげるわ。このヘアドライヤーを使うのよ。できた。これでチョコの iPhone が消えたわね。あれ？何が起こったの？なんでチョコレートが溶けたのよ。こんなことをしておいて二人とも恥ずかしくないの？やっと私たちも食べられるのね。あれ、ここはどこ？マイク、早く金庫を開けてよ。嫌だよ、ゲートから開けて。なんで私からなの？嫌よ。二人とも勇気がないのね。私から開けるわ。何かな？不気味な鳥の足ね。食べてみたくない？ミヤ、早く食べて。二人ともひどいわね。あ、気持ち悪い。私まで吐いちゃいそう。たくさんあるの？今度こそ吐いちゃうわ。ちょっと席を外すわね。じゃあね。今度こそケイトの番だね。あ、かわいいケーキよ。おお、運が良かったね。
ああ、すごく美味しいわ。ナイフでケーキを切るわね。綺麗でしょ。僕も食べたいな。あ、いいこと思いついた。かわいこちゃん、そのケーキみたいにスイートだね。あ、ありがとう。僕にも食べさせてくれる？二人とも何してるのよ。えい、早く自分の金庫を食べなさい。わかったよ。何があるのかな。あれ、不思議な瓶だね。私たちもそれが何か知らないわ。変な味がするよ。何か感じる？わからない。全部飲んでみるね。おお、エネルギーが増えたよ。あれ、その顔どうしたの？やった、エネルギー満タンだよ。走りたい。僕ってすごいね。すごく速く走れるよ。誰も僕のことを追いつけないね。やったー、最高だよ。お、美味しそうなカクテルだね。バッテリーが切れそう。あれ、私のカクテルはどこ？戻ってきたよ。すごい顔だね。あ、いいこと考えた。ケイトをもっと綺麗にしてあげるよ。お、いいね。おいしいケーキは僕が食べちゃうよ。満喫しちゃうよ。おいしい。甘いものが大好きなんだ。もう止まんない。どんどん食べちゃうよ。あ、おいしかった。最高だよ。あ、ミアが大好きな鳥の足だ。気に入ってもらうかな。これでよし。できた。What? あれ、何これ、最悪。マイク、やったわね。あ、まずいことになったよ。あれ、なんでヒゲがあるの。面白いわね。マイク、はい、くらえ。ひどいね。かわいそうに、こっちへおいで。二人とも何してるのよ。私の金庫には何があるかな。何も聞こえない。音じゃわからないね。僕から開けるね。あ、酸っぱいレモンがたくさんあるよ。こんなの食べない。弱虫なのね。わかったよ、食べるから。あ、まずいよ。すごく酸っぱそうね。あ、酸っぱい。あ、顔がすごい顔ね。よし、元に戻らないと。ミアも金庫を開けて。あ、ハート型の大きなポップイットじゃない。やった、楽しいわ。ミア、聞こえてる？どうしようもできないみたいだね。ケイトも開けて。さあ、何が入ってるかな。何それ、何でしょうね。開けてみましょう。Wait a minute. あれ、本の中から光が出てる。あー、何これ。 What? え、誰の手なの。あー、目がある。目だ。バイバイ。気分が悪い。
楽しい。すごくリラックスできるの。何邪魔するのよ。私のポップイットを触らないで。私のなのよ。破ったわね。見てなさいよ。これでどう？くらえ、この怪物が。もういない？いや、すごいね。助けてくれてありがとう。私は本当にすごいのよ。誰から開けるか決めよう。やった、勝ったわ。海藻じゃない。まずそう。本当に食べてる。もう無理、こんなの食べないわ。許されるとでも思ってるの？食べてもらうからね。やだ、ミア、やめてよ。やめなよ、かわいそうに。まあいいわ、今度は私が金庫を開ける。あ、ココナッツだ。かわいいわね。でもどうやって食べればいいの？痛い。絶対に開けるわよ。あ、すごい顔だね。さあ、僕の方には何があるのかな。リモコン？ What? 何のリモコンなのかな。No, no, 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 no. ハクション！痛い。マイク、なんてことしてくれたの？このボタンを押してみよう。すごい。マイク、何してるの？フリーズして。おお、本当にフリーズしたよ。すごい。これぐらいで十分かな。何よさっきの。マイク、ボタンを押して。一生見てられるね。リモコンはもらったわ。仕返しするわよ。マイク、どう？気に入った？は、これは何かな。お願い、やめて。早く海藻を食べなさいよ。あ、まずいわ。吐きそうよ。もう無理。楽しいわね。ミア、やめて。リモコンを返して。いやよ、何も渡さないからね。あ、飛んでいっちゃった。やった、私のココナッツが割れたわ。よかった、僕のリモコンを返して。What? あ、壊れちゃったみたいだね。あ、最高なココナッツね。何あれ、リータは何を企んでるのかな。世界で一番ピンクな車を作っちゃうわ。まあ、ピンクにするの？隅から隅までピンクにするのよ。綺麗、最高な車ね。こんなの初めて見るでしょ。素敵。すごい。でも僕だって負けないからね。よし、ビンゴ。いいこと考えた。僕はクールな車にするよ。お待たせしました。早いですね、ありがとう。お、いいね、スプレー最高。かっこいい車が何なのか見せてやる。3、2、1、できた。あとはタイヤだね。そうそう。さあ次は、これを貼り付けないと。いいね、ゴツゴツしてる。タイヤにもつけないと。何それ。はあ、本当なの。まあいいわ、負けるつもりはないからね。今度は内側も可愛くしないと。柔らかい座席にしないとね。あとはデコレーションするのよ。
もちろんハンドルだってピンクにするのよ。柔らかい。できたわ。あ、すごくかわいい。みんなもそう思うでしょ。かわいい。あとはライトアップよ。ここにライトをつければかわいく光ってくれるはず。いい感じ。私よくやったわ。内側までピンクにしたの？どうしよう。あ、チェーンがあるんだった。僕のハンドルはもっとクールに仕上げるよ。ふわふわじゃなくてゴツゴツになるからね。あとは糊が乾くのを待つだけ。糊がまだ残ってるならあれもつけられる。ドクロだよ。すっごくかっこいいでしょ。大きなドクロはこっち。あとは何があったっけな。これもつけよう。僕すごい。あ、忘れてた。僕のハンドル最高でしょ。僕の車だって最高さ。ちっとも頑張ってないよ。さあビータはどう出る。あ、すごいわ私。え、また私の真似をしたの。ドクロ？羨ましい？なわけないでしょ。僕の車にはワンちゃんだって入れるんだよ。いい子だ。いい子にしててね。これが私の車よ。ここで寝てもらうからね。はあ、こんなに硬いところで寝ることはできないわよね。柔らかいベッドを注文するわ。早いわね。本当にありがとう。すぐにどうにかするからね。あ、気持ちよさそう。どう？気に入った？気に入ったのね。ゆっくり休んでて。私の車ってやっぱり最高よ。最高な車で最高な自撮りをするよ。僕イケメン。トランクを開けておくのが悪いんだからな。さあ何があるかな。面白い。早くしてくれよ。何が入ってるのかな。あ、犬だ。大きくて恐ろしい犬だ。あ、逃げろ。え、犬？何が起こってるのかな。何も起こってないといいけど。あ、私のカバンが。ちゃんと守ってよ。カバン？よくやった。ビーター、これじゃない？私のカバンよ。ありがとう。どういたしまして。私の荷物をちゃんと守ってよ。もう盗まれないといいな。あー、楽しいな。もっと遊びたい。あー、充電が切れちゃった。どうしよう。あ、そうだ。携帯でゲームができなくてもゲーム機があればできるよね。ちょうどいい場所だってあるんだ。あとはテレビを置くだけさ。ぴったりだね。そしてついにゲーム機。全部こっちに置くよ。よし、ゲームができる。行くぞ。何してるんだ。やあ、一緒に遊ぼうよ。あー、楽しそう。いいな。あー、私ってすごい。何が起こってるの。ゲームをして楽しんでるの。私は、私だって負けないぐらい楽しんでやるわ。まずは箱をここに置いて、トランクを開けて、パーティーの準備を進めるの。スピーカーはここ。二つ目も隣に置くわ。素敵。あとはディスコボール。ピカピカ光らせたいわ。
待ってなさいよ。パーティーの準備はできたわ。みんな楽しいわよ。こっちへおいで。あっちに行こう。私も行くわ。僕は来てくれてありがとう。一緒に楽しみましょう。アレックスはなんでこっちに来ないの？一人ぼっちでかわいそう。私のせいね。アレックス、一緒に楽しみましょうよ。ありがとう。でももっといいアイディアがあるよ。ゲームしない？もちろん。絶対に負けないからね。気を抜いてたら負けるよ。楽しいわね。誘ってくれてありがとう。どういたしまして。